から牛乳、鼻から牛乳、鼻から牛乳。宿題忘れて出る授業、先生に問い詰められる。お前宿題どうしたんだ。宿題やってきたんですけど、ノートを家に忘れてきました。じゃあ今からノートを取ってこい。チャラリー、鼻から牛乳。そんなこと言うたかて、お母ちゃん。誰がお母ちゃんや。チャラリー、鼻から牛乳。雑誌のイラストコーナーにエッチなイラスト必死で描いて、ポストに入れたら住所が間違ってて家に戻ってきた。あんな絵描いてる暇があったら勉強しなさい。チャラリン、鼻から牛乳。むちゃくちゃエッチな本をベッドの下に託して学校から帰ってくると、ベッドの下の本机の上に置いといたから。チャラリー、鼻から牛乳。夜中にこっそり起き出してテレビのある部屋にそっと行き、アダルトビデオを見てたら親父がいきなりドア開けた。何見てるんだ。チャラリー、鼻から牛乳。慌ててストップボタンを押そうと思ったら間違えてポーズボタン。チャラリー、鼻から牛乳。あの子の家にラブコール、彼女が電話に出たと思い、あ、もしもし、僕ちゃんでちゅよ。あけみちゃんでちゅか。あけみ、出かけてます。ガチャ。チャラリー、鼻から牛乳。鼻から牛乳、鼻から牛乳、鼻から牛乳。休み時間の女子トイレ、噂話で盛り上がる。あの子最低よね、ほんと最低。こないだも私さ、意地悪されちゃってさ、性格悪いったらありゃしない。あれじゃ男ができるわけないわよね。え、どうしたの。何、後ろ悪かったわね。チャラリー、鼻から牛乳。彼とは初めてのエッチホテル、最初のふりして中に入る。わあ、こんな風になってるんだ、遊園地みたい。バスタオルどこだっけ。そこのクローゼットの中じゃない。え、チャラリー、鼻から牛乳。ただいま。遅かったわね。ご飯は食べてきた。お風呂は入ってきた。え、チャラリー、鼻から牛乳。鼻から牛乳、鼻から牛乳、鼻から牛乳。ダッシュボードに他の女の髪留めが入ってたのが見つかった。何これ。チャラリー、鼻から牛乳。妹のこの長い髪の毛は。チャラリー、鼻から牛乳。それも妹のかな。妹おかっぱじゃないのよ。チャラリー、鼻から牛乳。このピアスは何。チャラリー、鼻から牛乳。ピアス、スイカ、カメラ。ちりとりやってんじゃないのよ。この口紅は。チャラリー、鼻から牛乳。いや、会社の隠し芸大会で使うんだ。このストッキングは。チャラリー、鼻から牛乳。ナイロンとポリウレタンかな。誰が成分聞いてんのよ。じゃあこのパンツは何なのよ。チャラリー、鼻から牛乳。罠だ、これは罠だ。誰かが俺を陥れようとしたまに違いない。そうだろうな、陽子。陽子って誰。え、チャラリー、鼻から牛乳。
鼻から牛乳、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 鼻から牛乳。好きなあの子にプロポーズ、男は推しだと責めまくる。好きなんだ、君のためなら何でもするよ。じゃあ近づかないで。チャラリー。鼻から牛乳、鼻から牛乳、鼻から牛乳。ヘイ、hey!